私のエルベシャプリエ3つのバッグについて容量検証を行っていきたいと思います。それでは1つ目のバッグをご紹介します。こちらのショルダー付きのバッグ、品番は 1927N バレキースイボワールのお色です。色は2021の秋冬だったか、ちょっと前の限定カラーなので、もしかしたら店頭にはもうないかもしれないんですけれども、この淡いブルーのカラーがすごく洋服にも合わせやすくて、で上はジップがついてるので、すごく貴重品なんか入れて持ち歩く時も安心だなと思ってます。2つ目のバッグをご紹介します。こちらは品番は 1027Nブルーニュイ、ブルーニュイというカラーになります。ブルーニュイのトップと側面のブルーニュイということで、紺色のバッグになるんですけれども、上にジップがついていて、しっかり締められるタイプになってまして、内側にもこのような形で小さなポケットがチャック付きでついています。3つ目のバッグをご紹介します。こちら品番は725C ロティスのカラーになります。先ほどの2つとは違って、コーデュラナイロンという素材なので、少し表面がザラザラというか硬い質感のような感じに思います。はい、それでは早速検証に移っていきます。検証の手順なんですけれども、まず最初にこちらのバッグにアラサーの出社を想定して荷物を入れていきます。まず最初に入れていくのがノート PC ですね。ノート PC が入るか、試してみます。ただ船底型なので、こう見てみると見えますかね。船底よりも少し PC の方が幅が広いような感じになるので、少しちょっと型崩れ的にはどうかなというふうに思われる方もいらっしゃるかなとは思うんですけれども、確かにこうやって持ち上げると少しサイドがシワになってくるので、ちょっとそういったところは注意が必要かもしれません。iPad も余裕で入りました。今こんな感じになってます。はい、こちらが荷物を入れ終わった後の様子です。全然余裕なので、逆にちょっとこう荷物がごちゃごちゃっと歩いてる時になるのが嫌な方は、バックインバッグなんか使うのもいいかもしれません。続いて 1027N のバッグに移っていきたいと思います。こちらもまずは PC から試していきましょう。はじめ！これはちょっと無理な気がするんですけどね。PC はというと、はい、荷物を入れるとこんな感じになります。先ほどの大きなバッグよりもしっかり荷物がはまっている感じがあるので、そんなにごちゃごちゃになる心配はないかなと思いました。それでは最後 1927N のバッグに、検証に移っていきたいと思います。こちらは言わせながら、パソコンも iPad もありませんので、ちょっと、この中に移ってみます。
始め。ちなみに田村さんの配慮資格はこんな感じになってます。こんな感じです。で、ポーチはちょっと入らないかなと思うので、中身を出して検証していきたいと思います。中身は、こんな感じで入ってるんですけれども、まずパウダーですね。パウダーが入るかというと、入らないこともないけど、パウダー入れたらもう終わりですね。 iPhone はもう入りません。なのでちょっと今回は諦めます。ここは今、数字のハンドサンダイザー入れていきます。ハンドサンダイザーがすごい薄いので入りました。ちょっとサンダイザー入れられたなという感じです。あとはリップですね。こちらが iPhone を入れた状態のバッグになります。だいぶぎゅうぎゅうです。今何が入っているかというと、ハンカチとフラグメントケースとエアポッツと iPhone、 そしてちょっと今見えてないんですけれども、奥にハンドサニタイザーとリップがいます。もうこれで結構ぎゅうぎゅうっていう感じですね。はい、ということで今日はエルベシャプリエ3つのバッグの容量検証を行っていきました。どのバッグもすごく使いやすくて、私は同じぐらいの頻度で使っています。容量検証ではやっぱりこちらのバッグはそんなに容量が入るというわけではなかったんですけれども、最低限のものはある程度入る大健闘のバッグだったかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録お願いします。高評価もぜひお願いします。